上田城を通過した伊達政宗は東の主徳川家康と同盟を結んだ。これでまた一つ武田にとっての脅威が増した形となった。しかしそんな逼迫しきった現状が雪村に西軍参加への決断を促す。佐助、決めたぞ。この雪村、命を賭して石田殿に同盟を求める。あんたにしては上出来だ。だが一つ間違えてる。使う命はここにあるだろ。大将は今度こそ腰を据えて待つんだ。時は戦国、ところは月下の大阪城。これは一人の忍びによる闇の逸話である。陰術月下夜行。潜り込ませていた連中に反応はなしか。はあ、おそらくはもうすでに。大将、なぜこの黒煙に忍び込むのです。光足を避け影を脅さぬは忍びの情動。決まってるだろう。やっこさんに気づいてもらうためさ。同盟の前にたっぷり思い知ってもらわなきゃならないからな。武田軍の恐ろしさ、おぞましさってやつをさ。話は終わりだ。行け。はっ。おお、マシラよ。同盟やよりと興じるか。蝕まれた虎を養う余裕などありはせぬ。疑いはごもっとも。ま、杞憂だと思うけどね。我は心配性でな。一つ遊んで試すとしよう。あんたには見抜けるか。この青白い月の下、猿がどこで笑うのか。眠れ三成、主の寝息を遮るには忍びない。客の相手は我がしよう。茶菓子もあるぞ。我は知りたい。腹からが誇るその器を瓦吹きの試練、見事超えてみせ。いいぜ。忍びを試したことを後悔するんだな。
見えるか忍びよ、この頭図の中の者たちが。お許しを隊長、変死を見破られ、好きなみに言おう、騒げばこれの命はないぞ。好きにしなよ、俺様には関係ない。隊長、情など無縁か。さすがはマシラよな。仕方ないだろ、俺様の部下じゃないんだ。見抜かれているか。いつに気づいた、どこで刺した。自害せずに人質となる忍びなんていないさ。秘密を漏らさないためは死にところってやつだ。三成、この同志らは役立ちそうだ。負の先に置くか、ふふと笑うか。使われてもいい、こっちが使い返すなら。馬に虎にマシラとくれば鳥獣戯画の真っ青よ。同盟記念にあんたの蝶も入れとくか。回されるだけのマシラにあらず。面白い。どこまで大将とは逆さまな匂いのお人だね。やれ、叩き起こされる兵が不憫とは思わぬ。給料いただいてるんなら仕方ないんじゃない。ほいほい。秀吉様がご存命ならば今ここは。回れ、巡れ、不幸の螺旋。小指と小指で、さあ結ぼう。我と主と赤黒き糸。熱烈なご歓迎に預かりまして光栄だね。夜に我を訪ねるのは久しくてね。つい冗談だ、そう嫌そうな顔をするな。徳川への牽制、まずは主らにそれを願おう。援軍と情報、この二つの保証が確かなら。良きだ組はつつがなくよ、さもありな。そろそろ教えてくれてもいいだろう。あの日武田に声をかけたその真意が。主に針先ほどの興味が湧いた。我は見たくなったのだ、主の不幸を。その白い身に巻きつけるズズダイの悪夢を。俺様の不幸、今も苦労してると思うけどね。主は主に仕えて得む、冷たく忍んで得む。さて主の あんたは5つの車を回すのが得意だね。が本当のところは俺様にしかわからない。主に敬意を表し、最後の試練をくれてやろう。おい三成、徳川の患者がここにあるぞ。おい、なんだと。おのれ家康。
主が欲しれば仲間入り、しくじれば不幸行き。どちらにせよ我が笑うか。いや弱った影の目。